最初は風間からいかせて。おおかさなんかすごいスタッフさんがニヤニヤしながら。えなの何セクシー、あらあらね、どんな感じでしょうか風間いろはのセクシー。いや、その前にちょっと練習してもらおうか。え、気になる。確かに確かに。まず自己紹介してもらっていい？え、セクシー。セクシーに。セクシー、あ、やばい、あ、わかった。え、いきます。はい。はい。皆さん、こんにちは。ポロライブ6期生の風間いろはです。本日は。ちょっとセクシーじゃないから。もっとやりたい。エロスが欲しい。本日は、素敵にこの新商品を紹介できたらなって思ってます。よろしくお願いします。その10倍エロスで言っていただきましょう。それでは、いろはちゃんセクシーにスタート。ホロライブショッピング、いいね、始まりました。年に一度のホロライブ大型音楽フェス、ホロライブフィフスフェスキャプチャーザモーメントが3月16日、17日に開催が決定いたしました。いいじゃん。あらあら。せっかくなら荷物を少なくしてライブを全力で楽しみたいですよね。皆さん、やっぱり少ない荷物で推しを全力で応援したいですよね。そこでご紹介するのがこちら。ホロライブフィフスフェスキャプチャーザモーメントショルダーペンライトポーチでございますわ。いかがですか？ライブの必需品がしっかり入る便利グッズ、どれだけ入るかっていうと、見てください。こんなに今ペンライトが出てきて、そう、2本も入ってしまいますよ。なんかペットボトルとかも入ると、あら、マジか。オラフィナイルに入ってしまいますし、お財布も長財布やスマートフォンもすっきりそのまま収納できてしまいますね。今皆さん映像カットしておりますけれども、2本そのままつなげた映像でお送りしておりますが、ペットボトルまで入って、なんと内側には見てください、内ポケットもついていて、はい、ペンライトの電池やイヤホンなどもですね、入れられるんではないでしょうか。はい、そしてさらに透明ポケットにおつまぐっているのが自分だけのオリジナルポーチが完成。なんて素晴らしいでしょう。我々入ってて可愛いですね。可愛いね。実際に愛用している方からこのような声をいただいておりますが、現場の実際に愛用している方つながっておりますか？セクシーでやりたくないよ。あらら、いや待って、こんなにちっちゃいのに光る棒が2本も入っちゃう。あ、しかも、え、なになに、このペットボトルも入っちゃって、あら、これはお得だし、すごく、あ、魅力的。さすがだな、まだも可愛い。放送禁止になる前に止めとかなきゃ、はい、こんな素晴らしい、あの、大量にね、物が入る、はい、このショルダーペンライトポーチ、はい、気になるお値段なんですが、気になるな、皆さん買ってくれますよね。はい、ショルダーペンライトポーチ税込みで3300円。ぜひ皆さんたくさん買って体に 2,3 個ぶら下げて会場まで来てくださいね。これいいじゃないですか。すごい、いいじゃないの。これなんかめっちゃ安く感じる。すげー、大丈夫ですか？あれ、風間いろはさん大丈夫、息切れてるよ。いや、エネルギーのほとんど使い果たしてる。まだ MC 大丈夫できるか、MC。 いや、今日ちょっとこの後 MC 無理かもですね。あ、もう帰って続きますよ。全力を使ったっていう感じが。え、でもすごい、どこかね。でもなんか、ちょっと珍しいタイプのセクシーで、逆になんかちょっとエロさを感じてしまった。すごい良かったですよ。なんで横にいるのにいっぱいできなくって、辛くって、悲しくって。あ、でも、あの皆さん本当にショルダーバッグ素晴らしくてですね、それだけはしっかり伝えようと必死に、ね、いや、めっちゃ良かった。